山本周五郎作、豪傑ばやり。誰にも嘘だなどとは言わせねえ。これが出ると、もう酔った証拠である。マスハチは肩を怒らせながらわめき立てた。卑怯でもなく未練でもなく、オラーはこの手で、獅子打ちゴーヤモンを撃ち取ったのだ。 おのしらは疑わしげなけれども、おらは嘘は言わねえ。おらは確かにこの手で、獅子打ち五右衛門を打ち取ったのだ。気候の猫打ち殿はまあ、そちらへ引っ込めてくれ。花の九十郎が、おでこの突き出た頭を、小さな肩の上で、張り子の虎のように揺すりながら、 拙者、大阪の折には、天王寺口にあって、いや、天王寺口と安くは言うまい。あそこは真田丸でガシと固めた、いわば大阪城の大手だ。オーラーが話をぶってるに、あぜ横からそうしゃしゃばり出るだ。まあ、そうわめくな、気功の猫内殿などは。 猫打ちではね、獅子打ちだ。獅子打ちゴンエモンだ。道明寺口では、はあ、山川肩片信の木下で、二つとくだらねえ合決だ。嘘は言わねえ、八万かけて、獅子打ちゴンエモンは合決であった。松つべし待、ま、べし。絵が楽ないが、うちわのような手で。 空気を引っかき回しながら怒鳴り出した。貴様たちは天王寺だことの猫じだことのと、拉致もない高慢を並べるが、まあ聞け。今日という今日こそ、この絵柄区内が本当の戦場話を聞かしてやる。猫ちではねえぞ。オらラはっきり断っておくが、猫ちではねえぞ。 欧州三春城の外車にある侍大将狩谷玄太兵衛のより品屋では今日もまた新規を取り立ての勇士たちが酒を囲んで騒いでいる時は玄那五年の晩秋大阪の駅が終わってから四年目で諸国の大名たちは争って 有志、勇士豪傑を召し抱えていた時代である。これは、徳川氏の天下一統とともに、各藩領地が一応安定し、それにつれて、昇進から大神に上った大名が多いので、内外の偏幅を飾るためもあり、また、戦国の余風として、 名ある勇士を尊重したためである。徳川頼信が福島家の老人、大崎玄馬を八千石で抱えたのをはじめ、多少知られた人物は千石二千石で羽の生えたように売れていった。三春城の秋田家でもその世風に漏れず、 しっきりに老人者を取り立てているのだが、どうもあまりめぼしい人物はいないらしい。侍大将、狩りや玄太兵に預けてあるこの五人も、名目は大阪の駅の合傑ということではあるが、大用いして自ら語るところを聞くと、どうやら、 自慢のできるほどのものではなさそうである。貴様は、猫打ち猫打ちと、体操らしく言うが、一体その男は何者なんだこれはたまげた。お主、獅子打ちゴンヤモンを知り去らんのかいや、これは大たまげだ。獅子打ちゴンヤモンを知らんで、大阪の陣に働いたとは、 妙なことを言うな、これ。拙者は天王寺口で、真田の先方と槍を合わせたが、道明寺口じゃ。山川片信は道明寺口を固めてあった。叱れば、獅子内五右衛門も道明寺口にあったがしょうじゃ。おらは、嘘はつかねえ。どうしてまた嘘をつかないのだえ 何か、後ろ暗いことでもあるかよ。ぐ、な、何を言い去る、何を。静まれ。長屋のお堂を開けて、割れねのように怒鳴ったものがある。いや、おい、静まれ、おし頭だ。絵柄区内の声で、いっぺんにみんな声をのんだ。一道のより親、狩屋玄太兵衛である。 バトウカゲノスケはいるかはあ、その、バトウは宣告、その、馬を洗うとか申しまして。誰か、迎えに行って来い。は大ウナマスハチが、むくむくと立ち上がった。屋敷の方へ来るように申せ。急ぐぞ。ゲン兵ベイの声から逃げるように、マスハチは、裏手へ飛び出してい 欧州三春は、名駒の産地で、城中にも馬屋が並び、家臣たちは身分に応じて何頭、何十頭と買いたての責任を負っている。カリアの預かっている馬屋は、外車の空堀に沿ってあった。マスハチがやってきたのは、その空堀で、そこでは、今、 大肌脱ぎになった男が、一人の娘と一緒に馬洗いをしているところだった。男は、寄り死の一人で、馬頭を影之助。娘は、玄太兵衛の次女で、萩江という。十八という年に比べて、獅子の育ち切った体つき、裾をはしょり、 たもとを背に結んだ海外しい支度で、せっせと馬足を洗っている。眉間の広い、目鼻立ちのおらかな、力のある健康な美貌だ。おしげもなくあらわにしたすねも、脇の下まで見えそうにまくり上げた二の腕も、光のかさを放つほど白く豊かである。 だいぶ上手になられましたな。不器用者で、さっそ、ご少子なことでございましょう。いや、ご覧なさい、小やつめ。影の助は、馬の平首を叩たたいて、さも心地よさそうに、目を細くしておりますよ。畜生でも、やはり、良き人の世話は、妙がに思っているのでしょう。 まあ。萩江は、唇を右へ曲げる癖の微笑を見せながら、優しく睨んで、それは、影之助様のことですわ。あなたのお手がかかると、馬という馬は、みんな、猫のようにおとなしくなって、 誰をもかよせない荒波でさえ、影之助様には耳を伏せるのですもん。憎らしいくらいでございますわ。それで、馬頭を影之助というのでしょうか。ことによると、前世は馬だったかもしれませんよ。もしそうでしたら、日本一の名馬だったでございましょう。 二人は声を合わせて笑った。しっし、そんなな声で笑いさって。マスハチが両手で押さえつけるような格好をしながら走ってきた。おはたがしらが長屋へ来てござるぞ。もし聞こえでもしたらどうしめさる何を一人で慌てているんだ。何がってオラハ。 マスハチは目を白黒させながら、影の助はどこだってどならしたで、横っ飛びにやってきたのだ。きっと、いつもお嬢様をこんなところへそびき出してることが。これこれ、口をつつしまぬか。うんにゃ、おら、知ってるだ。オーラには隠さねえでもいいのだ。そりゃ表向きは、 埋まらいを教えるということになってるだが。よしよし、お前の察しの良いことは分かった。影の助は苦笑して。それで、駆けつけてきた用事はそれだけか。いんにゃ、屋敷の方へすぐ来いと言わしてた。えらく怒ってござる様子だから、オラが思うには、きっと、 おはたがしらはこのことに感づかれたに違いない。無駄とはよせ。影之助は馬だらいの水を打ち負けながら。それでは拙者は御用を伺ってくるから。お前代わりにここでお手伝いをしてくれ。影之助様。萩江は気遣わしそうな目で見上げた。 影之助は静かに笑いながら、何、すぐ戻ってきます。と言って肌を入れた。馬頭影之助は、岩尾のような肩を持った、六尺近い異常符である。浅黒い顎骨の張った顔は、濃い一文字眉と、引き結んだ唇を中心に、 凛々しい力感を持ち、その成長は静かであるが、腹の底から出る強い響きが溢れている。彼は二年前、河内の神都志生が大阪から三春へ入部する途中で召し抱えられたもので、大阪の駅には水野勝成の陣馬を借りて戦った 浪人隊の中で働いたという。浪人が陣馬を借りて戦うということは、関ヶ原で終わっているが、事実は大阪の陣でもかなりあったらしい。ことに、水野勝成の陣馬で働いた、夏目図書という人物は、104人の浪人隊を率いて奮戦し、 道明寺河原における五月六日の戦争を圧倒的な勝利に導いた主公者であった。馬頭影之助は、その夏目図書の帰化で働いたというので、河内の神に拾われたのだが、まだ正式に家臣としての実録はなく、玄太兵衛の寄り師として、 口を受けているに過ぎない。もっともこれは、影之助が自ら望んだことで、五島家にとって何の手柄もないのだから、人並みの食録はいりません。馬の世話でもして、泡半一晩いただければ結構です。と、立って給録を拒んだのである。 それで今日まで約二年、玄太兵衛の寄り長屋で大うなます、大海松八、江柄九内などとともに淵されながら、千年に三春ごまの買いたてをやっているのだった。お召しなされましたそうで、屋敷の大場で待っていた玄太兵衛は、影の助を見ると、 いきなり怒鳴りつけるように、けしからん、どうするつもりじゃ、と唾を飛ばしながら言った。わしは気うを信じて、間違いのない人物じゃと思っていた。しかるにこれは何としたことだ。王せの意味がよくわかりませんが、何、わけがわからんと。何か。 拙者に落ち度でもございますか落ち着いている場合ではないぞ。玄太兵衛は、どっかりと広縁に腰を下ろしながら、太い指を突き出していった。機構、大阪の陣には、どこで働いた今さら改めてのお尋ねは、どういうわけか存じませんが。 夏目図書の老人隊に加わって、水野様のご神場で働きました。無論、かねて申し上げた通りでございます。夏目図書の元にいた、ということは事実だの何か、お疑いがございますか影之助の平然たる態度とは逆に、玄太兵衛は、 ひどく咳込んでいる。事実なら尋ねるが、気候、統計へ随人するとき、夏目図書の身の上について、何と言ったそれは、申し上げました通り、大阪の駅の終わるとともに、故郷へ陰遁なされたと承けたまわりましたが、 気候はそう言った。玄太兵衛はまたしても、太い指を振りながら。夏目図書は、道明寺瓦の勇士。あっぱれ豪遊の死として、初代名が懸命に探していた。噂によれば、鈴木田隼と金助を討ち取ったのも彼だという。後藤家においても、ぜひ、 彼を召し抱えたいおぼしめしで、この玄太兵衛が探し出す役目を仰せかった。ところが、気候は、夏目図書は山中へ陰遁してしまった。探しても無駄だというので、その趣きを根性したのだ。それに相違ないと存じましたが、存ずるも存ぜぬもない。夏目図書は、 今、そう家けに召し出されておるぞ。それは、それは不思議な。何が不思議だ。大善之助殿は、戦国でお召し抱えになったという。狼には、それを聞こしめされて、大変なご立腹。ぜひとも当家へ引き抜いて参れというご幻命だぞ。影之助は、 ガテンが行かぬという風うで。しかし、確かに夏目殿は陰遁なすったはずですが、何しろ世俗の欲のない人で。今更そんなことを申しても、当人が相馬家に抱えられたのだから、治療があるまい。探し出して、召し抱える役を申しつかっていた拙者の責任として、 相馬家から統家へ引き抜いて来いという五条位は、辞退することができぬ。ごもっともでございます。何がごもっともだ。犬や猫と違って人間だぞ。それも、諸国の大名方が随人させようとして、争っていた豪傑だ。一旦竹が召し抱えたものを、 こなたへ引き抜くなどということが容易にできると思うか影之助は困惑したように目を伏せた。前にもちょっと触れた通り、当時の大名たちは争って有志豪傑を召し抱え、自分の家には何の何が子がいる、誰と彼とがいるというふうに、 一種の見えにもしていた時である。秋田河内守も同様であったが、残念ながら、まだこれといって、世間に誇れるほどの豪傑が手に入らない。ばかりでなく、大阪以来、目をつけていた夏目図書を、まんまと相馬大善之助に召し抱えられてしまったのだから。 是が非でも引き抜いて来いと厳命を下したのは無理からぬ次第であろう。お旗頭。影之助がやがて顔を上げた。夏目殿が本当に相馬家に随人し、また河内の神様がどうしてもこちらへ引き抜けという仰せでしたら。 そう難しいことではないと存じますが、難しくないと言って何か法があるか。おは頭がもしご自身でおいでなさるのでしたら、具案を申し上げましょう。無論、わしが自分で参る。それなら、五百国おましなされませ。そうまけは千億。 夏目図書殿に千億は安うございましょう。千五百国出すといえば、必ず話はまとまります。なるほど、具案だな。玄太米は下げすむように、あっぱれ、有志、豪傑たる者が、五百国ぐらい多く出すからといって、そう無造作に、 主を変えると思うか馬鹿なことを申せ。しかし、侍は己を知る者のために死す、とも申します。福島老人の大崎現場は、徳川よりのり公に八千石で召し出されました。夏目殿にしても、千石より千五百石の方が、 己の進化を認められるわけで。同じ使えるなら、自分の価値を認めるものに使えたいのは人情でございましょう。うーん、それも理屈だの。その上、そうまけが普代の主君というでもなく、いわば売り物買い物でございますから、これはきっと と、話がまとまるに違いありません。玄太兵衛は腕組みをして考え込んだ。侍は、己を知る者のために死す。この場合には、少し的外れの例えだし、そう言いながら、影之助も笑いを噛み殺している様子であったが、藁をもつかみたい玄太兵衛には、 一人靴に思えたらしい。よし、思い切って当たってみよう。やがて、決然と目をあげた。物事は当たってくだけろだ。いざとなったら、また死案も出るだろう。幸い部下にあった気候も、当家におるのだから、それを話したら。それは困ります。 影之助は驚いて遮った。困る何が困るのだい,いえ、実は、その、いや、こうなったら申し上げますが。影之助はひどく困惑した様子で。実は、拙者は、夏目図書殿とは面識がないのです。つまり、大阪の陣で、 水野様の御神場で働いたのは事実なのですが、夏目殿の帰還にいたわけではなかったのです。何なんという夏目殿の帰還にいたと申し上げたのは随人したいためで、実は全く違うのです。ですからどうか、拙者のことはご内分に。呆れた男だな、気功は。 どんな御用でございましたの萩江は戻ってきた影之助を見ると、急いで走り寄った。父は怒っておりまして怒っていました。影之助は苦笑しながら、呆れた奴だと怒鳴られましたよ。まあ、すみませんこと。萩江が、 無理に馬洗いの教えを願ったのが悪かったのでございますわ。私から父に訳を話して。いや、はっはっは,は,は、違います、違います。叱られたのはそのことではありません。大阪の人の嘘が露見したのです。夏目図書の帰化で働いたといえば、 召し抱えられることが分かったものですから、そう言ってご当家に随人したのですが、妙なことからたった今それがバレてしまったのです。それで叱られました。まあ、ではあなたは。大阪で働いたのは事実ですが、夏目の部下ではありませんでした。あなたも、 お怒りになりますかいいえ、いいえ。萩江えは強くかぶりを振った。わたくし、かげのすけさまをご立派な方と存じますだけで、たとえ大阪の陣で働いたことがおありなさらなくても、わたくしの心には少しも変わりがございませんわ。 豪傑でなくてもいいのですか馬頭影之助などという、馬まい侍でも。そんな風にご自分をおっしゃっては悲しくなります。もう、その話はやめにいたしましょう。そして早く、荒波を洗ってやってくださいまし。さっきから、待ちかねて、あのように泣いておりますわ。 よろしい。影之助は明るく言った。あいつが本当に拙者を呼ぶのかそれとも、実はあなたを呼ぶのか今日は一つ本音を吐かしてやるとしましょう。まあ、あなたに決まっておりますわ。決まっているかどうか。さあ、行きましょう。 えへんという声が草むらの中から聞こえた。しかし、二人の耳に入らなかったのか、そのままそろって馬屋の方へ登っていった。やれやれ、オラーもつらいぞ。草むらの中からむっくり起き上がったのはマスハチであった。彼は目を細くしながら、 二人の後ろ姿を見送っていたが、やがて大行きをつきながら一人ごとを言った。立派だなあ、馬頭は。誰が何と言っても、オラは馬頭の家来分になるつもりだ。あいつはきっと偉くなるに違いねえだ。そうか知らん。10日ほど過ぎたある日、影之助は、 ゲン兵ベに呼ばれた。中村から戻ったばかりのところらしく、しかも非常な機嫌である。ご機承おめでとう存じます。いやあ、馬頭か。喜んでくれ。うまくいったぞ。上々の守備で大役を果たしたぞ。夏目殿はご承知なさいましたか 気公の言葉が役に立っての玄太兵は嬉しそうに声を潜めて。侍は己を知る者のために死す。夏目図書ともある人物が戦国で休んずる法はない。当家では千五百国で、ぜひともご随人を願う。こう申したらの さすがに夏目殿も分かりが早い。いかにも、侍は、己を知る者のために死すという。それほど自分を認めてくれるなら、行為に任せよう、と、すぐに話が決まったというわけじゃ。やはり、拙者の具んが当たりましたな。許すから威張れ。はっはっはっは。 はははと笑い大ずる影之助を。源太兵は極上の機嫌で抑えながら、すぐに皆を集めてくれ、披露をしよう、と言って立ち上がった。たちまち家来たちが集められた。預かっている槍足軽二十人も加わって、押し合いへし合い、大場へ居並ぶと、 まもなく玄太米が現れた。みんな集まったな、よし。広縁の端まで出て、ずっと見回しながら。今日は一同に喜んでもらいたいことがある。みんなも兼ねて知っていよう。大阪の神に、道明寺口で、有名を轟かした老人隊の旗頭。 夏目図書、重信殿。数年来、我が君がお探し遊ばしていた、豪傑、夏目殿を、この度、当家へお迎え申すことができたぞ。うわっと、大葉がどよみ上がった。お目通りまでの間、当分、この屋敷に、客分としてご滞在になる。一同も、 お目にかかって、ご部分にあやかるがよい、静かに。そう言って振り返る。すると奥から、のっしのっしと、一人の異常符が出てきた。まさに、のっしのっしという感じである。背丈は、六尺三寸もあろうか。猛牛のような幾。眉太く、目鋭く。 力そのもののような顎は、髭の反り跡を青々として、まさに、威風臨然たる僧帽である。彼は広縁まで進み出ると、のしかかるような調子で言った。拙者が、夏目図書だ。見覚えておけ。 腹じゃ腹じゃ。こ骨で自分の腹をダブダブ叩きながら、その上にも腹、最後まで腹じゃ。とこう言われた。喧騒球者の類は技の末節、大丈夫が戦場に臨んで必勝するところのものは、伝と据えた腹一つにある。とこう言われた。 さすがに、天下の豪傑たる者は、考えが違うぞ。ぐいと酒をあおって、絵柄区内は、唇を横なりにしながら、一座を見回し、叱るに我々はどうだ、と、こ骨を突き出して叫んだ。憲法がどうの、創術がどうの、やれ馬の弓のと、 つまらぬことに暇を潰しておる。馬鹿げたことだ。馬鹿げたことだぞ。我々はすべからく英雄豪傑たれである。足がる小物に類する末節を捨てよ。腹を養え、腹を。さらば、天下はすなわち、我らの焼中にあるんだ。そうだ。 腹だ、腹だ、腹だ。と見た七兵衛がつんぬめるようにわめいた。みんな、それにはした。夏目図書が来て以来、この寄り長屋の面々はすっかり逆上してしまった。彼らとても幾度か先人を浴び、 生死の境をくぐってきたのである。そしてこれからも、また、剣をとって、聖馬をやる気があるであろう。しかるに、一方は、夏目図書として、千国、千五百国と、諸侯から引っ張りだこにされ。片方は、寄りし長屋で、ぷくしなければならぬ。これ 何のゆえぞと疑っているところへ、図書から腹だ腹だと言われたのである。喧騒旧者の法などは、足軽小物の技に過ぎぬ。英雄豪傑たる者は、もっと大きく、伝統一つ腹を据えて動かぬ弾力が必要だ。 対抗は細菌をえりみずと言うぞ。そうおだてられたのだから、みんな一時にぐわーっとのぼせ上がってしまったのだ。事実、図書がこの屋敷へ来てからの虚偽言動は、豪快を極めていた。朝起きるとからの酒で、言葉通り、伝統と腰を据えたまま、 浴びるように飲む。酔えば、調子も節もどはずれな声で放火する。よく聞いていると、ああ、やんれさの、やんれさの。ああ、やんれさの、やんれさの、やんれさの。どこまで言っても同じ弦の羅列なのだが、文句などにこだわらぬところが、実に壮絶で、なるほど、 豪傑というものは、抹節に関わらぬものだ、という気がする。ああ、ヤンレサノ、ヤンレサノ。なんだお前たち、何をキョロキョロしちょる。腹だ、腹だ、腹を据えて飲め。豪傑たる者が、小さなことにくよくよするなっち。お前らのことは、この夏目図書が引き受けたぞ。 さあ、歌え。ヤンレサノ、ああ、ヤンレサノ、ヤンレサノ。ざっと、こういう次第である。お前たちの一生は引き受けたぞ。天下の豪傑からこう言われて、完封しないものはなかろう。さよう、みんな完封した。太鼓は最近を帰り水だ。 みんな腹を据えた。ささたる生事がなんぞ。豪傑たる者は小さなことにくよくよするなっち。というわけで、よりしながやの人々はにわかに大人物の腹構えを持ち始めたのである。これは一種の熱病であった。そして、この事実は、 誰にも咎めることはできないであろう。夏目図書は、どこまでも夏目図書であり、絵柄区内たちは、逆立ちをしても、絵柄区内たちでしかないのだが、豪傑たらんとする熱情、大人物たらんとする欲望の点では、高渦がないのである。彼らがそう欲する限り、 一朝有事の際には、英雄豪傑足り得たるかもしれないのだ。なんぞ、完封せざるを縁やである。しかし、ここに一人だけ、その熱病に取りつかれない男がいた。大海雅八である。彼は、前から馬頭影之助が好きで、 もし今度戦争でもあるような時には、進んで影之助の馬の靴輪を取ろうと覚悟しているくらいだった。ところが夏目図書が現れてからというものは、狩りや玄田兵はじめ屋敷中の人気がまるで嵐に吹きまくられるような勢いで図書に集まり、影之助のことなど、 点で忘れ果てたようなありさまになってしまったのだ。何が豪傑だマスハチは腹を立てた。酒を飲んで威張るだけが豪傑なら、このマスハチなどは大豪傑だ。歌といえば、ヤンレサのヤンレサの、け何がヤンレサだオラーが覚えてるには、あいつは、 石運び人足が歌ってたもんだぞ。同じ歌でも、見方によるとこうなってしまう。おい、マスハチ、貴様はそんなところで何をぼんやりしとる。飲まんのか花の九十郎が振り返ってわめいた。一つ、底の抜けるほど飲んで、また、猫内殿との一気打ちを、 一石ぶて、聞いてやるぞ。やれやれ、マスハチ。貴様、このごろ、豪傑らしくなくなったぞ。いやかましい、おらぁ。怒鳴り返そうとして、マスハチはひょいっと振り返った。長屋の外に、慌ただしい足音がして、 はぎがさっと走り込んできたのだ。ああ、どうなさいましたバトウ様は、顔が青さめている。マスハチはすぐ土間へ飛び降りながら、馬屋の方にいると存じますが、夏目様に追われていますの。父は五殿へ上がって留守だし、こちらから出てお逃げなさいまし。 マスハチは素早く萩エを裏口へ導き、引き戸を開けて外へ出してやった。萩エは乱れている髪をなでながら、気もそぞろに馬屋の方へ走っていった。ちょうどその時、空堀から馬を引いて上がってきた影の助が、それを認めて、どこへおいでなさる と声をかけた。ま、影之助様。どうしました悔しゅうございます。大きな煮れの木がある。その木陰のところで、萩江はそう言って走り寄ると、思わずむせびあげながら、影之助の胸へ身を投げかけた。一体どうしたのです 何事です。夏目様が、無礼なことを。無礼なこと。影之助の目が、くわーっと輝いた。今日だけではありませんの。初めの夜から、もう酒に酔うと。はしためたちに、おたわむれなさいますし、私にまで、いやらしいことを、おせられたり。黙っていれば、袖をつかみ、 手を握り、今日などは父が留守なものですから。それで逃げてきたのですか。影之助は娘の体を引き離していった。あなたはいくつになりますあなたは武士の娘だ。やがて武士の妻になるべき人だ。それが こんなことくらいに取り乱して逃げ回るなどとは何事です。でも影之助様。父上もおわさず、拙者もおらず、あたりに頼るべき者のいない場合にはどうしますか武家に生まれた以上、たとえ女子少年でもことにあたって、 身一つの始末をする覚悟はあるべきはず。そのように心弱いことでは、武士の妻にはなれませんぞ。萩江ははっと男の目を見上げた。強い言葉とは反対に、男の目は深い愛情の色をたたえて見下ろしていた。浅はかでございました。 萩江は、涙を押しぬぐって、つぶやくように、つい、取り乱しまして。どうぞ、今日のことは、お忘れくださいまし。萩江はきっと。いやあ、はっ,はっはっは、ここにおいでか。吠えるような声と,とともに、夏目図書が、ずしんずしんと近寄ってきた。 探したぞ探したぞ。人慣れぬ目標に手を噛まれて、心よい痛みがずんと骨身に耐えた。陸奥の娘たちは手ごわいが、そこがまたこの道の味というものじゃ。さあ、来やれ。今一度、その玉のような歯で噛まれてみたい。ご機嫌でござるな。 影之助が静かに萩絵を背へかばった。英雄、色を好む。やはり豪傑たる五人は勝達でよい。それでなくては、天下に名をなすことはできますまいな。誰だ、貴公。はっは夏目図書は水眼を向いて睨みつけた。 はあはあ、大阪の陣で拙者の機関にいたとか、嘘を言って統計へ仕官した男じゃの。確か名は、馬頭影之助と申します。それよ、馬頭。馬の頭だな。うん、よいよい。偽りにもせよ。拙者の名で仕官ができたのだから、以後も目をかけてやるぞ。 はあ、くれぐれもよろしく。大丈夫、貴様の生涯は引き受けた。そこでのいてもらおうか。萩江殿は拙者の妻になるべき人だ。挨拶をして向こうへ行け。萩江は身震いをしながら影の助を見た。しかし、こちらは平然たるもので。 それは執着ですな。貴殿のような豪傑の妻になれるとあれば、萩江殿もさぞう本望なことでござろう。がまず、ここはともかくお引き取りなさるがようござる。こいつはうまで暴れ出したら始末に追えませんから。うまだとわっはっはっは,っは。 ぐいと引き出した馬を見て、図書は腹をゆすりながら笑った。荒馬などがなんだ拙者は大阪道明寺口の合戦で、すすきだはと金助を打ち取った。ああ、空、暴れ出したぞ。影之助の右手がちらっと動いた。馬は鋭くいな泣きながら、パッと と、竿立ちになった。ふいを食った図書は、あおられたように横へ飲める。危ないお、抑さえろお逃げなさい蹴り殺されますぞ抑さえろ抑さえてくれあ、危ない早く、お逃げなさい図書は、 空堀の方へ逃げ出したので、斜面に足を取られて、ゴロゴロと転げ落ち、そのまま恐ろしい勢いで、早手のように逃げ去っていった。はっはは、ご覧なさい。本場、豪決を走らすの図です。いや、逃げ足の早いこと。影之助様。萩江はぎえは、そんなことには目も向けず、 今の言葉をお聞きなさいまして。何です、今の言葉とは。静まった馬を引き寄せ、平首を叩きながら、影之助はケロリと振り返った。私を妻にめとるということですの。いいえ、出かせではございません。夏目様は父にもそう申し込んだ様子でございますわ。ほう。 して、お父上は。父は、あの通り、すっかり夏目様ひいきでございますから。おそらく。あなたの覚悟を拝見できるところですね。影之助は静かに言った。あなたは、秋田家の侍大将の娘だ。自分の覚悟さえ決まっていれば。 どんな困難にあっても、老狽はしないはず。わかっていますね。はい。一言申し上げるが、拙者はまもなく退身するかもしれません。まあ、そら、また驚く。影之助は靴輪を持ち替えながら、そうつまらぬことにすぐ驚くようでは。 武士の妻にはなれませんぞ。見張るへ来た拙者の目的は、もう果たしたのです。もうこれ以上、留まっているようがなくなりました。だから近く、退信することになるでしょうが、その時の、あなたの覚悟を、しっかり決めておいてください。影之助様 ひだの山奥ですよ。そう言って影之助は馬を引きつつ去っていった。その翌々日のことであった。三春城には水野日向神勝成の老身、早瀬伝右衛門が客として到着した。水野勝成は大阪以来、 秋田都市末と信仰があり、今度勝成が氷山六万石から民後福山十万石に違法されたので、その祝いの使者を使わしたのへ、当霊として老神早瀬伝音をよこしたのである。織もよし、河内の神年末は、 夏目図書を召し抱えたので、これをデーモンに見せて自慢しようと、主演を設けながらすぐ刈谷玄太兵衛にその胸を命じ、さらにまた、ただ目通りをするだけでは面白くないから、主演の庭先で試合をさせるよう、家中から叱るべきものを選んで来いと申し付けた。 玄太兵衛はすぐ老人たちと協議して、帰家の中から間内膳というものを相手に選び、自分は屋敷へ図書を迎えに戻った。いよいよ千五百国の合傑の披露である。しかも大阪で図書が陣場を借りた水野家の使者の前で初の披露をするのだから、 世話役たる源太兵衛、すっかり張り切っていた。すると、その支度の最中に、馬藤影之助が、ぜひお話申し上げたいことがあるからと、面談を願い出た。影之助は、図書を引き抜きに助言されているので、今日の吉報も知らせてやろうと、今へ読んだ。 ご用中でございましたか。うん。今日はこれから、夏目殿の御前披露があるでの。時に、話というのはなんじゃ。あまり突然で、ぶしつけかもしれませんが。影之助は無造作に言った。萩江殿を妻に頂戴したいのです。の。 何をと言おうとしたまま、玄太兵衛は舌が動かなくなった。そして、鼻の穴が大きく膨らみ、うめくような太い鼻息を漏らすと、バカな、バカな、何を言う、とはめき出した。萩絵はわしの秘蔵庫だ。あっぱれ、天下の有志豪傑に目合わせようと。 丹精込めて育ててきたのだぞ。一体、いや、一体貴公は、どれだけの人物か。どれだけの人物かと仰せられましても。いや、話が出たから聞かせるが、萩江には、夏目図書からも、ぜひにと申し込まれているのだ。それでも貴公は、自分にくれなどと、 大胆なことが言えるのかそれは、夏目殿は天下の豪傑でございましょう。しかし、拙者とても武士として、夏目殿に遅れを取らぬ覚悟はございます。そうかもしれん。ふん。玄太兵はあざけるように言った。実際、また、気候の方が、 夏目殿より強いかもしれんて。しかし、それだからといって、夏目図書が天下の夏目図書であり、気候はただの馬頭影之助ということに変わりはあるまい。なるほど。してみると、大切なのは人ではなくて、 その名だということになりますな。武士は名こそ押し切れ。当然のことだ。だいぶ見当違いの例えだが、これは先日の影之助の例えに対して、たくまざるしっぺ返しになったから妙である。では、いた方がございません。影之助は微笑しながら言って もう、この上、お願いはいたしますまい。しかし、念のために申し上げますが、おはたがしらは、拙者の方が、夏目殿より強いということを、今、お認めになったのですな。いや、気候の方が強いなどとは言わん。もののたとえにただ。 武士の一言は近鉄と申します。夏目図書殿は名だけで千五百国。淵舞鳥の馬頭影之助にも及ばぬ名ばかりの豪傑。これは評判になりましょう。馬鹿なことを、そんな根もないことを気候は触れ歩く気か。触れ歩かなくともわかることは、 影之助は座を立ちながら言った。やがて、萩江殿を拙者が妻に申し受けるという事実です。いや、どうおっしゃろうと、覚悟は決まっているのですから。ただ、念のために申し上げておくだけです。待て待てそんな無法なことをまるで気を飲まれた玄太兵衛。 本来なら、玄関に叱り飛ばせるべきものが、妙に圧倒された形で、極が告げない。するとそこへ、ならんぞ、影之助。と、わめきながら、すっかり支度のできた、夏目図書が入ってきた。今、部屋を去ろうとしていた影之助が振り返る。その鼻先へ、大股に近寄りながら、 ハ江エ殿のことはまあ多く。その方、今拙者を、名ばかりの合傑と申したのお耳に入りましたか。フチ鳥イトリの馬飼いより弱い、名だけの千五百石と申したの勇気のある奴だ。夏目図書のいるところで、それだけ言い切ったものはない。褒めてやるぞ。 それはご親切な。影之助はにやりと笑った。途端に図書は真っ赤になって、拳を上げながら、帰り合うじ、これから午前で家中の侍と立ち会う相手。この影之助にしてくだされい。世の者では立ち会いませんぞ。この影之助を相手に、真実いずれが強いか。 お目にかける。頼みましたぞ。まるで猛牛の吠えるような声であった。当の図書の望みだし、玄太米にとっても湿原の河を立つ好機なので、すぐ御殿へ上がって、老人たちに測った上、ついに午前試合は図書と影の助ということに決定した。 場所は新御殿の庭。河内の神都末は次女金獣と共に神座で、客の早瀬デーモンはやや下がって、静かに主演を続けながら待ちかねている。やがて身支度をして、二人が庭先へ敷きたいした。夏目図書は、 三尺二寸はあろうという無ぞりの勃剣。影之助は二尺そこそこのものだ。見聞役として、会館にうずくまっているのは、狩りや玄太兵衛である。式体が住むと、二人は間二軒ほど隔てて、左右へ分かれた。分かりきったことだが、 当時の試合はスメンスコテにケンだから、腕の一本や肋骨の一本くらいぶち折られるのは普通で、下手をすると地名に及ぶという荒っぽいものである。みんな息を殺して見守るうちに、図書はケンをさっと大冗談にすり上げながら、ええ、い 第一声とともに、じりりと出た。影之助は動かない。呼吸にして十二三。図書は、第二声を放ちながら、跳躍して内を入れた。満身の力を込めた勃剣を叩きつけるような体制である。まともに受けるべきものではない。 体をかわすであろうと見たが、影之助は逆に踏み出しざま、えいと、初立ちで相手のけんを跳ね上げ、二の立ちで肩を打つとともに、二軒まり後ろへ飛びのいた。瞬く糸まもない早技だ。図書のけんは、遠く潜水のほとりまで飛び、 図書の巨体はヘナヘナと、その場へうつ伏せに倒れた。五殿の上も下も、あっと目を見張ったまま、しばらくは声も出ない。お旗ろ。影之助は午前に向かって俳優すると、呆れている玄太兵衛に、医者に見せておやりなさい。肩の骨は折れていようが、 死なずには済むはずです。ごめん。そう言って立ち去ろうとした。その時、今までじっと試合の様子を見ていた客の早瀬伝右衛門がつかつかと立ってきて、お待ちあれ、夏目氏、と声をかけた。早瀬伝右衛門でござる。よもや、お見忘れはござるまいが。 あの時ばかりは肝がでんぐりがえったとは、カリや玄太米が後に告白したところである。単に玄太米だけではなく、おそらく列座の人々全部が肝を潰したに違いない。何しろ二年の間、玄太米の寄り子として、ささたるふちまいをもらいながら、黙々と 馬の買い立てをやっていた彼が、実は天下諸行の探し求めていた夏目図書、その人だったというのだから、これは驚くのが当然である。影之助ではない。誠の図書はすぐ主客の席へ召し出された。挨拶が済むか済まぬに、 河内の神は、さりとは心憎いと、逆付きを与えながら、仮名を使って住み込まずとも、名乗って参れば、食禄に糸目はつけなかったものを、無論このまま、統計随人してくれるであろうな。恐れながら、その儀は、事態つかまつります。 図書は静かに笑っていった。早瀬内にもご存知のごとく。かつて大阪の駅の檻にも、日向の神、水の勝成様よりのご根毛を持して、世を隠れましたので、伊豆方にもご随人は捕まつらぬ所存でございます。現来、と微笑を浮かべながら、 太平の今日、諸行型が争って合傑を求められるのは、深き理由もない見えのごときもので、そのため、語り物の合傑に功録を与えるという結果にも及びます。ご当家には、もとよりご不代の家臣型あり、幾十百年の間、 お家のために神明をとし、中勤を励んだ人々でございます。それでも、千億千五百国という香禄をいただく御人は、少能ございましょう。いかに天下の豪傑といえども、かつてお家に何のこなきものを、香禄にてお召し抱え遊ばすというのは、 不大のご家心を軽んずるも同様。恐れながら、武将たる道とは存じかねます。そう言って、ぎろりと見上げた図書の目を、河内の神は真表に受け止めることができなかった。そして、ますますその人柄に引きつけられた様子で、いかにも、今の言葉はもっともだ。 豪傑を抱えて飾り物にしようとしたのは、過ちであった。では、改めて頼む。無ック客分として、当家に随人してくれぬか。ありがたき仰せですが、その日も平に。では、何のために当家へ来たのだ何のために今日まで、 変えなして、玄太米のもとに身を寄せていたのか。ご当地は、名駒の産地。その買いたてにも、独特の法ありと伺いましたので、それを学ぶために参りました。しかし、どうやらその望みも果たしましたし、と言って、図書は、にっと笑った。 また他に、またとなき土産もできましたゆえ、一日も早くひだへ帰り、生涯を馬の買い立てに尽くしたいと存じます。またとなき土産、土産とは何だカリア殿。図書は振り返って、静かに笑いながら言った。ごんじょうしてもよろしゅうござろうな。 はぎえどのを、つまにちょうだいしてまいると。